お待たせいたしました。それではですね、ここからは宇宙物理学者であり、神戸大学名誉教授でいらっしゃる増田拓也先生に迫り来たるシンギュラリティと題して講演をしていただきます。かねて中澤よりホームページ等でご紹介しております増田先生のプロフィールを改めてここで読み上げます。3月12日アルファ5参照の方に人類終わったと自身のブログに書き込んだ増田拓也は、1943年大阪府生まれの宇宙物理学者、理学博士、神戸大学名誉教授、NPO 法人アインシュタイン副理事長、AI2 オープンイノベーション研究所所長、シンギュラリティサロン主催、ジャパンスケプティックス会長、中之島科学研究所研究員、元日本天文学会理事長、著書、人類を超える AI は日本から生まれる、高裁堂出版ほか、ということで増田先生よろしくお願いします。50分ですね。50分でございます。45分経ったら教えて。あ、Siri に接続できません。あの、ダメですね。じゃあ私が代わりに。はいはいはい。それじゃあ迫り来るシンギュラリティとしてお話しさせていただきます。で、今まあご紹介を預かりましたように、私この2045年問題という本、左側の本ですが、これを2014年に書きまして、で今年右の人類を超える AI は日本から生まれるという本を書きました。でまあ2年なんですが、まあそのこういう話はドッグイヤーといって、もうすごい変化が激しいですよね。でそれは圧倒的です。いやだから最終的には自分が言いたいのは、45年どころかですね、29年ぐらいにシミュラリティが来るという可能性すらあるという話を しようと思います。でまずですね、この中国スパコンの脅威という話をやりますが、まあ、スパコンというのと人工知能というのは必ずしも直接関係はないといえばないんですが、まあ、コンピューター技術の最先端にあるわけですね。で今年あの、まあ、知る人ぞ知る、知らない人は知らないという衝撃的な事件があったと。それは2016年夏、まあ、今年ですが、このトップ500というものがありまして、それはスパコンのランキングなんですね。で1位から500位まで、これ絶対性能で、まあ、リンパックというベンチマークテストをやるんですが、それで中国は1位になったと。でこれまあ漢字で書いてあるのは真意太古の光と、まあ、そう書いてあるんですが、これが93ペタフロップス出たと。でこれがどうすごいのかというとですね、2位の中国、これ天が2号というんですが、これが34ペタフロップス、この天が2号がここ数年間ずっと1位を取ってたんですね。で3位が米国のタイタンで18ペタフロップス、4位が米国のセコイアで17ペタフロップス、で5位が2番じゃダメなんですかで有名な日本の K で11ペタフロップス、今5番なんですね。でさらに衝撃的なことはですね、このトップ500の台数において今年中国はついに世界一になったと。で中国は167機、米国は165機、で日本が29機と。でこれがですね、この分野におけるスパコンにおける世界のレベルを表してるんですよ。で皆さん方、多くの人はですね、何たって米国がトップだと思うでしょう。違うんですね、中国がトップなんですよ。例えばこのペタフロップスの数値を合わせてください。93と34を合わせると130いくつですね。でアメリカは35ですね、日本は11と。だから130対30対10とかいうのが大体中国対アメリカ対日本なんですよ。で実はこの天、あの新太古の光が出てくるということは去年噂であったんですよね。でそこで米国が取った手段はですね、妨害作戦です。でどうするかというと、このテンガ2号の CPU チップが Xeon5 というんですが、で Xeon5 と Xeon からできてるんですが、これを輸出禁止にしたんです。なら中国作れんだろうと。といったらですね、中国はどうしたかといったら自前技術だったんですね。だからこの米国のやり方はモロ刃の剣であって結局失敗した。つまり売らなきゃ作れないだろうと鷹をくくっておったんですが、自前技術を促進してしまったわけですね。
だからね、米国は打つ手がないんです。で、このことは多くの人は知らないんでしょう。で、実はですね、で日本はどうかと、これグリーン500の快挙ということで、斉藤スパコン勝負が1位になったと。このグリーン500というのは何かというと、先ほどのトップ500の中からですね選ぶんですが、1ワットあたり何ギガフロップス出るかと、1ワットあたりの性能、つまり省エネ度を競うわけなんです。で、これで今年はグリーン500です。いや、今年はっていう、まず順番、斉藤さんのこのスパコンがですね、2014年の秋に2位になったと。で、15年、去年の夏に1位、2位、3位を独占するという快挙を成し遂げたんですね。で、これはまあそのコンピューター関係の雑誌では大々的に取り上げられたわけです。で、それでですね、斉藤さんは意を強くしてですね、2015年の秋、去年ですね、去年はの秋は1位から5位まで独占すると、ね、そのまあ言われてですね、アメリカの会議に臨まれたわけです。ところが実際は1位しか取れなかった、2、3、4、5位は取れなかった。なぜかというと、このグリーン500に入るためにはトップ500に入ってないとダメなんですよ。で、斉藤さんのスパコンっていうのは能力的にはそう大したことないわけよ。で、ただグリーン性能が高いということですね。で、まあ、3位まで独占したからですね、あと2台を追加したわけです。で、これで5位独占すると。ようやく望んだらですね、1位しか取れなかった。なぜかというと、中国が大挙してグリーン、トップ500に入れてきたわけなんです、台数をね。ですから斉藤さんのスパコンがトップ500から弾き飛ばされたわけなんです。ですからグリーン500的性能、省エネ性能は高いんだけど、このランキングから言うと入らなかったと。というわけで斉藤さんは今年こそまたリベンジを果たすというわけで、2016年夏にですね、やはり1位から5位まで、いや6位までかな、独占すると言って、ようやくドイツに変えたんですが、今度も1位と2位しか取れなかった。なぜなら中国がまた増やしてきたんですね。で、斉藤さんのマシンは弾き飛ばされたというわけでですね、まあそういうわけなんですよ。というわけで、こういう話をですね、 Facebook なんかで書くとね、いや、中国はトップ1位、500で1位とか言うけど、そんなん所詮リンパクだよっていう人もいるわけよ。だけどね、それは侮りすぎてるのよね。なぜかというとですね、さらに中国こんなことも出したんですが、まだこれ決まってないんですが、ゴードンベル賞っていうのがあって、まあ、すごい、ね、計算をしたものに対して与える、まあ、それに対する論文をね、投稿して、それが通るかどうか。で理研のですね、軽コンピューターのグループはですね、それを目指して、一つ論文出したわけなんです。これは私の後輩であると、宇宙物理学者のね、村主君中佐なんですが、ちなみにそれの責任者も宇宙物理学者の牧野さん。牧野さんがスパコン、まあ後で話するが、牧野さんがスパコンを斉藤さんに作れって言ったんですが、この人ね。で、いや、まあまあスパコンの権威者ですよ。でその、まあ、ここもなかなかすごいんだけど、村主君中佐はですね、要するにね、偏微分方程式書くと、それを彼のコードに入れると、C コードが出てくるんですよ。で、C コードを彼のコード入れるとね、クーダが出て、クーダっていうのは GPGPU のコードですね、というものを作ったわけ。で、今度は軽コンピュータークーダ使ってないから自動並列化をやると。さらにですね、自動チューニングをやると。これは遺伝的アルゴリズムで、まあすごいもの出したわけで、出したのがですね、10ペタの軽コンピューターで1ペタ出たとね、この自動的にね。で、これ大体10% ですね。大体ね、並列コンピューターってこんなもんなんですよ。 10% 出ればいいんです。ところがね、ところが最近見た中国のゴードンベル賞に応募してるのはね、100ペタじゃない、93ペタでね、70何ペタ出したっていうの。だから実行性能の7割出したって、信じられないですよ、信じられない。で、それが本当ならですね、圧倒的ですよね。昔ね、宇宙技術に関して中国が何かロケット上げた時に、東京都の某愛都知事はですね、いや中国なんか大したことないよって、ね、日本の方がはるかに上なんて言ってたんだけど、今も全く違いますよね。中国の宇宙技術の方がはるかに上行ってるわけです。というわけで中国はですね、
まあ、国家的勢力をかけてですね、やっておると。さて人類の今、これからシンギュラリティの話ですが、横軸に時間を取り縦軸に人類を表す変数を取ると、まあ、人口でも GDP でも、知識の量でも何でもいいわけです。そうするとですね、我々は今こう急激に上がろうとしていると。でこの絵はまあ横軸に時間で縦軸はリニアなんですが、これマイルド、まあ、これ時間すぎる書いてないからね、これね実際に書いてみると恐るべきもんなんですね。というのは、まあ、例えばこのスケールをどうするか、まあ、例えば0年から始めて2050年まであるでしょ。そうするとねこう水平に来てねポコンと上がるんですね。でよくね学者のいろんなものを見るとですね、まあ、割愛とかなんていうか、みんなね対数グラフで書いてる。横軸は時間でリニアで縦軸対数で書くのね。そうするとね直線なんですよ。と素人の人はね、ああこんなもんかと思うわけよ。だけどこれはリニアスケールで書くとですね、リニアスケールっていうのそのままの数字で書くとボコンとこう上がるわけですから、素人とか政治家に見せるのはそっちの方がいいわけであって、さてシンギュラリティ技術的得意点とは何かと。でもともとカーツワレが言ってる定義は1000ドルの PC の能力が全人類に匹敵すると。でまあ、2045年頃だというわけで、まあ、2045年に PC があるかという問題もあるんだけど、まあ、それはともかくですね、まあ、1000ドル、まあ、10万円程度ですね。 で私はですね超知能ができる時だとまあ呼ぶんですが、超知能とは何かというと人類を人間よりもはるかに知能の高い存在だと。ではるかに高いってどのぐらいかというとですね、割愛的に言うならば全人口分、まあ、73億人ですから、まあ人間のですね、まあ、大体10億倍から100億倍賢いと、まあ、思ってください。あるいはもともとはですね、この IJ グッドっていうこれ数学者、英国の数学者が1965年に言ったのは知能爆発という話をしたんですが、で人工知能が自分でプログラムを書き換えるようになったとすると、そうするとちょっと賢くなると。でそのプログラムはプログラムというのは簡単にコピーできますから、でちょっと賢くなったやつを並列して走らせると、でもうちょっと賢くなる。でどん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 賢くなっていくと。でそうするとですね急激に賢くなる。だからどのぐらいの速さで賢くなるかって、これが例えば1日1週間1ヶ月のオーダーの場合はこれハードテイクオフというわけなんですが、ハードテイクオフする可能性があると。ちなみにカーツワイラはですね、2029年ぐらいに 1人分、1H という、1ヒューマンというんですが、で、45年に、まあ、大体100億 H ですから、これはソフトテイクオフです。カーツワイラはソフトテイクオフと言ってるけど、例えば斉藤さんはハードテイクオフだと言ってるわけですね。で、さて、超知能の形として、まあ、機械超知能と知能増強した人間と、まあ、私は2つを、区別するんですが、この機械超知能というのは要するによくみんなが想像するもの、まあ、つまりターミネーターですね。で機械的人工知能の進んだものだと。でこれは私はですねハリウッド的世界観だと言いたいわけよ。でこっちよりもですね知能増強した人間がむちゃくちゃ賢くなると。でまあ高架機動隊の世界ですね。ですからまあ日本アニメ的世界観と、まあ、僕はこっちの方がいいんじゃないかと思ってるわけです。さてこのシンギュラリティのロードマップなんですが、私はこう考えているんですが、2016年現在から2029年まで、これがですね、まあ、今から、まあ、13年、まあ、29って中途半端な年は何で出てきたかというこれもカーツワレが言ってるんですが、でカーツワレがなぜ29年というかというとですね、チューリングテストに合格すると、と言ってるわけです。でチューリングテストというのは何かというと、人間と人工知能の区別がつかなくなるということですね。これを、まあ、先ほどのお話だと強い人工知能と、あるいはまあ汎用人工知能と、これは必ずしも同じじゃないですけどね。で汎用人工知能が、つまり人間と同じように考える人工知能が 1H に達すると、 1H というのは1ヒューマンですが、これが2029年だと、まあ、カーツワレが予言してる。でこの予言というのはどこから来てるかというと、ムーアの法則ですね。でそれで、まあ、だからこれはねハードの能力はそうなるというだけの話であって、具体的に言えばパソコンの能力がこいつがですね軽コンピューターぐらいになるということですね。でそれとソフトの進歩が伴わないとダメなんだけど、まあできるだろうと。で
その29年を、まあ、プレシングライティと呼ぶことにすると、これは斉藤さんの言葉なんだけど、彼はね、彼はスパコンの能力がで議論してるんですが、私はスパコンよりはむしろ人工知能の方が影響力が大きいだろうと私は思うと。でこの29年まではですね、これから後でお話するところの、まあ、普通の人工知能、現在ある人工知能ですね、が進歩するとき、これスマートマシンというんですが、これ、まあ、これはガートナー社の定義ですが、これの発達とそれに伴う技術的失業という現象、まあ、社会的問題が起こるのではないかと。ですからこの29年までは予見しうる将来ですね。でちなみに2029年というのは、この漫画によると高架機動隊が誕生する年でもあるわけです。でちなみに2029年はですね、残念ながら東京は壊滅しておりましてですね、この首都が、仮の首都が神戸にできます。でそれも仮であって、その後福岡に移ります。ですから今福岡の土地を買い占めておくと、将来、はい、2045年新ギライティが起こると。これはまあカーツワイルによればですね、全人類並みの知能、まあ、10の9乗から10乗、9乗は10億ですね、10乗100億 H になるというわけです。さて人類史の3つの転換点ということを私は主張したいんですが、まず最初は、まあ、人類が始まったのにいつからかって、まあ、それは300万年前とか、まあ、いろいろ言うんだけど、ホモ・サピエンスが数十万年前と言うんですが、まあ、文明みたいなものが出てくるきっかけはですね、1万年前、ほぼ1万年前、1万数千万年前ですが、農業革命です。でなぜ農業革命がこの時に起こったかというと、氷河期が終わったからですね。で現在はね、300万年前からね、氷河期なんですよ。氷河期というのは何かというと、地球のどこかに氷河がある時なんですね。ですから現在も氷河期なんですよ。だけどその氷河期の中でもね、いわゆる氷期と間氷期があるんですね。で現在は間氷期です。ちなみに地球温暖化って騒いでますけどね、中世もっと昔はね、もっと暑かったんですよ。で二酸化炭素が多いとか騒いでますけど、そんなことないんですよ。昔もっともっと多かったんですよ。で温度が高いとどうなるかというとですね、南極までね、気が茂っとったんですよ。ですから温暖化の方がいいんですよね。で温暖化することによって、まあ、間氷期が始まってですね、農業ができるようになったと。で農業ができると何がいいかというと、食料が、この穀物が貯められる。それまでは狩猟ですから、あんまり肉なんか貯められないわけですね。で食料が貯められると富が蓄積されると。そうすると集落ができですね、で村ができ、町ができ、で最終的に国家ができたと。で我々現在は国家社会に住んでるわけですが、それはまさにほぼ1万年前に起きたこの地球温暖化のおかげなわけです。でその次は産業革命と。で250年前の英国で起こったというわけですが、でこれはまあ最初は蒸気機関ですね。でそれからその後内燃機関とか電気とかコンピューターとか、まあ、そういろいろあるわけですが、重要なのはこの産業革命250年前。でこれに成功した国、産業革命に乗った国が先進国になり、乗り遅れた国が発展途上国になったと。で乗った国というのがヨーロッパ、アメリカで、かろうじて日本です。で乗り遅れた国が中国、インドで、これ大分岐と、グレートダイバージェンスと、まあ、経済学の言葉で言うわけですね。で、さらにその次、今から起ころうとしているのをシミュラリティ革命と。これは世間ではですね、第4の産業革命とか言うんだけど、そんなせこい話じゃないと。 1、2、3って2とか3とかそんないうレベルの話じゃなくて、大革命だよ。で斉藤さんはこれを新産業革命とおっしゃるわけだけど、まあ、私は新ギライティ革命と呼ぶと。でこれは人類史上ですね、農業革命、産業革命に匹敵するような大革命がこれから数十年の間で起ころうとしておると。で先ほどの産業革命で大分岐が起こったということはですね、ちなみに農業に乗った人間と乗らない人間ってありますね。今でも農業しないでアフリカでね、ブッシュマンとか狩猟生活やっておりますが、それと農耕民の差っていうのは大きいわけでしょ。でそれとこの産業革命で、この産業革命が起こる直前まではですね、中国は世界最大の大国だったんですね。まあ民ですが、とか清ですね、
それはね、人口とか富とか GDP とかそういうものを見てみるとね、中国とね、インドが圧倒的に大きいんですよ。で、ヨーロッパっていうのは全然大したことなかったんです。ところが、まあ、2つのことがあるのね。いわゆるコロンブスのアメリカ発見とかいうことによる大航海時代ですね。これが一つで、でもう一つは、まあ、それによってアフリカとか南アメリカが植民地化されたわけなんだけど、この産業革命に乗り損なったために中国インドが大失敗したと。さて、でこれは井上さんって、井上智博さん、熊沢大学の先生ですが、の図を援用するんですが、農業中心の経済というのは土地と労働が元になって生産活動すると。で、生産物、これは食料ですね。で、それを消費する、これで終わるわけなんですよ。ですから横軸に時間を取り、縦軸にですね、一人当たりの富というものを取ると、まあ、所得を取るとですね、変化しないんですね。で、んなことないだろうって、例えば6000年前と例えば300年前だったら300年前の方が上だろうと思うかもしれんが、そんなことはないんだと。で、これをマルサスの罠というんであって、食料が増えるとですね、人口が増えるのね。で、人口が増えると結局食料を分け合いするから、一人当たりの食料っていうのが増えないっていうわけなんですよ。一人当たりの富が変わらないと、まあ、つまり例えば江戸末期のね、水飲み百姓というのと、で例えば奈良時代の水飲み百姓はね、そんなに差がないっちゅうわけですよ。で、ところが、工業中心の経済になるとですね、これこの土地の代わりに労働になるんですね。資本と労働、ごめんなさい、資本になるわけです。で、資本と労働で生産活動して、この生産物ができる。で、この中には食料品もあるでしょうが、生産材、機械があるんですね。で、それで資本にフィードバックがかかる。まあ、これフィードバックというより、なんというか、ポジティブフィードバックがかかるわけですね。で、生産がどんどん増えていくと。で、これは井上さんの図ですが、横軸に時間を取り、縦軸に1人当たりの所得というものを取ると、この大分岐、まあ、今から250年ほど前はですね、産業革命、この時にその大分岐が起こって、先進国は1人当たり所得が増大し始め、発展途上国は増大しない、あるいはね、増大しないどころか下がる。なぜなら先進国に収奪されるからです。まあ、このいい例が中国ですね。で、シンギュラリティ後の経済がどうなるかというと、この資本で今度は労働がいらなくなる。この知能と書いてあるんですね、ほんの一部の天才、まあ、一部ってどのぐらいかって、これシングラリティ5と書いたけど、この全ですとね、まあ、その井上さんの評価によれば、まあ、全人口の1割ですね。でさらに言ったら、天才以外全て失業すると彼は言ってるんですが、シングラリティ5だと天才すら失業すると。で、全員失業の時代なんだそうですが、まあ、ともかく生産活動して生産物ができて、こう資本で、ここで膨大な回り始めてですね、今度はですね、こう横軸に時間を取って、縦軸にこの GDP のね、変化率を取るんですよ、経済成長率。で、その以前は、今現在はですね、平均的に 2% だというんですね。産業革命から現在まで経済発展は大体 2% だと。ところがこの2045年を境にして、この先進国、乗った先進国は経済成長率自身が成長する。ですからエクスポネンシャルに経済が成長するというわけですね。で、20世紀の発展途上国はそのままだと。ですから、どっちに乗りますかという話なんです。日本がこっちに行きますか、こっちに行きますかと。で、人口ボーナスと人口オーナスという話ですが、これは現状のパラダイムなんですが、一人当たりの豊かさというものは一人当たりの物とサービスの量であると。で、この物とサービスは生産するわけですから、それは生産年齢人口に達した人、これは15歳から64歳までという定義らしいが、その人たちが生産すると。で、人口で割るとですね、生産年齢人口割合というものになって、それに生産性をかけたものが、まあ、豊かさの指標であると。で、この生産性というのが一定、あるいはまあ世間標準であるとするならば、この生産年齢人口割合が減ると貧しくなると。で、生産年齢人口割合減少により貧しくなる。で、日本は少子高齢化でこれが着実に減っておりますから、着実に貧しくなると。で、具体的なグラフがこれですが、これは
1950年から2050年の100年間をとって、この赤が日本です。で、特徴的なのはここです。これ1960年に日本がトップになったんですね。で、次はここです。これ1990年なんですね。これで日本が韓国に抜かれます。で、この30年間、1960年から1990年までは私は日本の黄金期と言いたいと。まず最初の10年間がいわゆる高度経済成長ですね。で、1980年代はジャパンアズナンバーワンといって、日本の GDP がアメリカの6割に迫ったと。で、21世紀は日本の世紀であると。で、私も思っておったし、日本人はみんなそう信じておったし、アメリカ人もそう思っておったから、ジャパンバッシングやったわけですね。ところが、この1990年に、韓国に追い抜かれた。で、ここでいわゆるバブルが弾けたんですね。で、多くの人はね、そのバブルが弾けた、これはね、実はミクロな話なんですよ。だから政府の政策の失敗ということもあるけれども、基本的に人口がガーッと下がっていってるわけですね。で、現在は2015年ですから、このあたりですね。で、日本はこれからも着実に下がっていきますから、着実に貧しくなっていくわけですよ。で、韓国に抜かれた。で、ここの時点、2000年で中国に抜かれたですね。で、韓国と中国のピークはここです。2010年です。ですから、韓国も今ピークを過ぎたんです。で、これから下がっていくだけ。で、中国もピークを過ぎたから、これから下がるであろう。だし、日本はね、抜かれたからといって、すぐには貧しくなってませんよね。なぜなら、ここの貯金があるからです。で、失われた10年とか20年とか言うけれども、それはね、まあ、豊かさで言うと変わらないというわけですね。貯金を食いつないでおったと。で、日本の現在、過去現在未来をまとめますと、1960年から80年代が高度経済成長だと。80年から90年が、未曽有の大繁栄、これは神武以来の大繁栄と私は思うんですが、で、90年から2010年が停滞の20年、これ10年とか20年とか言われてるけど、まあ、私は10年を日本の最後だというふうに、ピークの最後だと。で、10年から、30年まで、これは将来のことまで含めて長期的、衰退の20年と。で、このままいけばですよ、30年頃に経済的大混乱が起こって最貧国に転落すると。で、終戦後またどのぐらい、貧しくなるかというと、終戦後また20世紀初頭、まあ、つまり明治の初めの頃の生活水準、具体的に言えば GDP が現在の10分の1と。で、多くの人はですね、どのぐらい貧しいかということを知らないと。終戦時の混乱とか貧しさは知らないから。いや、私はここでいつもね、こういう話をするわけ。この講演した時にね、こんなことを私が言いますけれども、皆さん方は納得しませんよねって、実感しませんよね。なぜならば、このように素晴らしい講義室でクーラーが効いててあるからです。でも、ここは非常にいいですな。僕ね、こういう終戦後はクーラーがなくて氷で冷やしてたんだって。だから氷に入ったとよくありましたね、これ。今時氷屋ってあるんですか。驚くべき話やね。終戦後がまだ残ってますね。でも違うの、これね。で、私いましたの高校生の時、1950年代ですが、で、高校に、で、勉強する、夏休み勉強するんですね。高校に行くんですよ。って家が暑くて暑くてたまない。で、高校に行ったってクーラーはもちろんないんですよ。ないんだけどね、部屋を開け放しておくとですね、風がこう吹き通って、で、涼しいと。で、ある時ですね、それでもね、空調があるところがね、日本にはある意味2カ所、映画館と銀行なんで、友達と誘って映画館に行って勉強しよう。でもね、映画見て勉強できなかったわけ。というわけで、ここの建物僕最初見た時に、おお、これは明治じゃないですよ、これは昭和、いや、終戦後だって、素晴らしい。でもこれがあるからちょっと台無しですよね。というわけで、皆さん方は私の言うのが分かるでしょう。この状態に戻るんです。で、多くの方はですね、こういうことを言うんですね。定常、つまりね、サステイナブルソサエティというわけね。でね、これはね、私がね、よくこれ言うんだけど、いわゆる良識ある知識人、まあ実は私の周りもいろいろいるんですが、
いやね、少々貧しくなるかもしれんけどいいよって、ね、原発が壊れたのなら太陽光があるよ、風力があるよって、で少々、あるいは極端な話はこの縮小社会、これは京大の先生方が始めたあれだけど、いや江戸時代に戻ればいいんだよって、ね、完全にサステナブルソサエティだよって。でもね、ソフトランディングできるかっていうのが私が言いたいわけ。例えば江戸時代って人口3000万なんですよね。現在1億2000万じゃないですか。だから4分の1に、30年で4分の1に減らすためにはですね、大虐殺をするか、あるいは大混乱で戦死するか、飢え死ぬか。だから私はソフトランディングはないと、ハードランディングしかないと。だから多くの若者はですね、いやいや出世しなくてもいいよ、社長にならなくてもいいよってね、そこそこ楽しい、ま、ずそこそこ貧しくったらいいよって、私はそこそこ貧しくはありえない、つまりこれなんですよ、これなんですよって言うけどね、私がね昔に戻るのが絶対嫌なのはね、水洗トイレがないことなの。皆さん、あの組み取り便所を経験したことある人、おその方々はまだ生き延びるかもしれないね。でもあれには戻りたくないでしょ。僕ね、これまた全然別の話だけど、英国におった時にね、ある新聞見てたら、こういうこと、英国人がアフリカので逮捕されたと、まあ何かのことでね、で刑務所に入れられたと。でもね、待遇は別に、ね、悪くなかったと、彼らは別にひどいこともしなかったと。だけどホットウォーターが出ないって、当たり前やないのって言いたいよね。だけど英国人にとってホットウォーターが出ないイコール非文明ってことなんですね。でも私はこう言いたいね、英国にはウォッシュレットがないと。さて、シングライティか採石時代かと、これはカーツワイルじゃないわ、あのニック・ボストロムがの書いた絵からと、まあ、要するにですね、まあ、こう人類はこう来たと。でシングライティで上に上がるか下に落ちるかと、上がったらですね、ここでシングライティ語の世界、まあ、地上の天国って、まあ、それは分かりませんがね、可能性としてあり得ると。で文明が崩壊してですね、これはマッドマックスの世界と、で最石器時代と私は言うんですが、旧石器、新石器と来て、で次に最石器で、最石器になるとね、もう戻れないんですよ、文明それから発達しません。なぜならば石油が掘り尽くされてるからです。さて、人工知能の哲学的分類、これは先ほど言いましたように、強い人工知能と弱い人工知能、ストロング AI と、これは強いというのは意識、心を持つもの、これが本来の人工知能と呼ばれるものですね。で現状はみんなウィーク AI、意識を持たない。で現状の人工知能です。あるいはですね、技術的な分類としては、こっちの方が技術的にはいいんですが、専用人工知能と汎用人工知能、あるいはですね、特化型人工知能と、まあ、英語ではナロー AI というんですが、山川さんは特化型 AI というわけですね。で、チェスマシンとか将棋マシンとか、ワトソンとか、シェリとか、まあ、こういう、要するに現状の人工知能はみんな専用、あれ特化型です。で問題は汎用人工知能です。これはアーティフィシャルジェネラルインテリジェンス。これは何でも一応こなせると。で専用と汎用の差っていうのは、まあ、こんなもん。例えば分野っていうものをとってですね、で人間っていうのは 1H、まあ、何でも一応何だってできると。と専用はね、とこのあると特化型っていうのはあるところで、例えばチェスマシンっていうのはチェスだけですね。チェスマシンだったらほとんどこのデルタ関数ですな。で、アルファ号だって5しかできませんよね。で、Google のディープマインドのドキュンというのは30種類のゲームができるからちょっと幅広いと。で、これが 1H で、これがその、まあ、カーツワイルの言う2029年なんですけど、それがガーッと高くなったのが超知能。で、これがですね、これは、まあ、この絵だとこのぐらいですが、これの例えば100億倍上だというようなことですね。で、私は汎用人工知能ができたら世界が変わるというわけ。で、超知能を持つと世界、覇権が握れると。でこの競争をザ・グレート・ゲームと私は名付けたいと。ちなみにこの覇権国家という言葉がですが、これはウォラスティーンというアメリカの社会学者の概念で、まあ、例えばローマ帝国とかスペイン、ね、ウォラスティーンはスペインは実は覇権大国に入れてないんですが、オランダ、英国、アメリカで、次に中国かって、先ほどのスパコンを見ればね、そうかって、ここが興味あるところですね。まあ、いろんな議論はあるんだけど、日本だってね、戦前ね、先ほどスパコンでね、アメリカ、中国、日本という話をしたでしょ。実は戦前は英米日で、英国、米国、日本で戦艦の作り合いをしたのね。
これ嫌韓競争というんですよ。であんまりやりすぎたんで条約でできてワシントン条約が10対10対7に決まったのね。10対10対7で現在スパコン競争はそれがないから、中国が100何十でアメリカが30何で日本が、でこれ予想ですが2019年にはですね、予想ですが中国は3300でアメリカが330、日本が1000、斉藤さんが頑張ればというんですが、さて各国政府レベルの取り組みと、 EU はヒューマンブレインプロジェクトっていうね、脳の働きをスーパーコンでシミュレーションしようと1600億円で、これに衝撃を受けたアメリカのオバマ大統領がブレインイニシアティブをはじめ脳の機能を解明しようと10年で5000億円と。でもね、国家じゃないと IT ジャイアント会社が重要だった。人工知能 Google、Facebook、Microsoft、Amazon、IBM が中国の100度バイドゥで、グーグルはですね、デミス・ハッサビスという天才をこれ買ったんですね。でカーツワイルも買ったんですね。でディープラーニングの創始者のヒントンも買ったんですね。それに対抗してフェイスブックはですね、このヒントンの弟子のヤン・ルカンを買ったんですね。でマイクロソフトもアマゾンも IBM は三本柱で、ワトソンとシナプス計画と、後でお話しする大脳質センターと。でバイドゥはですね、アンドリュー・エンを買ったんですね。というわけで今後はですね、天才的人材プラス研究投資が世界の運命を決めると。でこれは文科省からもらったデータですが、日本とアメリカで政府と民間と分けた時にですね、日本政府は、まあ、この段階では、まあ、85か95、これは予算請求するための数字ですから、で、まあ、現在大体100億と思ってください。でアメリカが政府としてはまあ大体300億と思ってください。で民間がですね、日本の民間がまあ大体3000億と、ね、アメリカの民間が5.6兆です。だ日本3000億に対して5.6兆、これをまあ6兆と思えばですね、大体3000億対6兆、ね、で1対20、このぐらいの開きがあるということを認識せんといかんと。で日本の取り組みとしてはですね、産総研人工知能研究所、予算8億円、文科省、今年人工知能研究所が新しくできましたね、予算 14.5 億円。でさらに衝撃的なのは、人工知能 IT 関係に関する論文のシェアが2000年から2010年、ね、米国対中国対日本対、米国対 EU 対中国対日本が57対18対8対2なんです。で、これを57は60と思えば、米国対日本の比は30対1。これほど開いておる。だこのままでは敗北は必至であると。で、じゃあダメなのかと。そこでですね、救世主が現れるというわけで、これは斉藤さんなんですが、これが斉藤スパコンですね。でこれがいかにすごいものなのかという話は、まあ、時間があったら後でしますがですね、斉藤元武さんというのは何者かというと、エクサスケールの衝撃という本を書かれて、本来は東大の放射線科の医者なんですよ。で日本でベンチャーをやったけどうまくいかず、でアメリカでベンチャーをやったら大成功してですね、でそこで日本へ戻ってきて、日本で CPU チップを開発したわけで、2014年にできたんですね。それがペジーチップで1024コアのミムドチップですが、そしたら先ほど牧野さんがですね、斉藤さんにスパコンを作れと言ったんですね。そこで彼は7ヶ月でスパコンを作り上げた。ここがすごいのね。7ヶ月でスパコンを作り上げたと。で、超知能作りに必要な要素としてはですね、ハードとソフトがあると。でハードにも2つタイプがあって、ノイマン型と脳型がある。でノイマン型はこれは従来のコンピューターで。でこれに関してもですね、斉藤さんの計画はディープインサイト社、これは今年の6月に彼は作ったんですが、でこれでノイマン型の人工知能用チップを開発しようとしていると。でこの脳型のチップ、これニューロシナプティック、あと10分、はい、プロセッシングユニット、これが恐ろしい、恐るべきものなんです。でそれと同時にですね、ソフトをやらなきゃならない。で私は汎用人工知能を作るための基本ソフトをザ・マスターアルゴリズムと私は呼ぶんですが、これは大脳新皮質で働くアルゴリズム。でこれがどんなものなのかというのは私の後半の話であります。でこれは斉藤さん の, パワポからもらってきたやつで、まあ、いっぱい書いてあるんですが計画すごいですよ。これがスパコンの話で、ここはですね、彼は100ペタフロップスのスパコンを
これ2017年6月と書いてあるから来年に100ペタを作れると、作るじゃないですよ、作れると宣言してる。いや、作れると作るはどう違うかというと、技術を作ると、作れるかどうかは政府が金を出すかどうかだと。でこれ僕ね、嘘じゃないかと思うんだけど、2018年11月で1年後に1エクサ1000ペタのを作れるとね、ここが100ペタですよ。でこれ1年後に1000ペタってちょっと僕は考えられないんだけど、世界初の1エクサフロップスと超メニコアのペジ SC3、 これもともとのねロードマップだと SC3 は2020年だったと思うんだけどね、まあいいや。でそれがスパコンの話ね。でこっち側がですね、これがあの今年作った会社、人工知能ディープインサイト社を作ってですね、まあ要するに人工知能エンジンですよ。これはあのノイマン型ですが、世界最高演算性能と、まあ、現在の1000倍の能力と、まあ、彼は言ってるわけですね。まあでも今の1000倍であって、アメリカだってその手をこまねてるわけじゃないから、彼らは彼らでやりますよね。ちなみにね、これの特徴は何かというと、精度が低いのね。で、スパコンチップはですね、倍精度、64ビットですね。で、彼に言わせれば4倍精度、8倍精度欲しいと。だけど、人工知能に関してはそんな精度がいらないと。で、実際、Google がですね、最近発表したチップは8ビットですよね。ですから、斉藤さんは32ビットの単精度と、から16ビット、8ビット、4ビット、2ビット、1ビットまでできるというものを作ると、まあ、そうおっしゃるわけ。で、こっち側が本命で、これがあの汎用人工知能を作るためのハードウェアだと。でこれがそれがそうなの、最高等脳コンピューターの種で、ニューロシナプティックプロセッシングユニットと、まあ、そう名付けたんですが、1000億コア、100兆インターコネクトだと。でこの数字というのは一体どこから来ているかというと、人間の脳が大体100から1000億のニューロンがあって、100兆のシナプスがある。だからそれと同じだけのですね、ニューロンがコアに対応し、シナプスがインターコネクトに対応するんですが、人間と同じぐらいの、 その、まあ、シナプスとかニューロンを持ったものを作ろうと。で2020から25年が目標であると。でこれですね、クロックが速いですから、人間のクロックって大体、まあ斉藤さんは 1Hz だといいんだけど、まあ僕は 200Hz ぐらいだと思うと。でコンピューターは大体 1GHz ですから、まあ 2GHz とするとですね、僕の計算だと、あの 200Hz と 2GHz の差は1000万倍ですから、この人間の脳の1000万倍の速さで考えられると。斉藤さんによればさらにですね、10億倍だと言うんだけど、まあまあそこの数字はまあどうでもいいんじゃないですかと。で彼によれば6リットルの体積で73億人分の知能を詰められると。だから日本からシングライティが起こせると。ハードに関してはね、で私の当面目標とするものはですね、当面はですよ、意識のない弱い汎用人工知能と。だから、ね、強いのはなかなか難しいと。でこれはなぜかというと、技術的に簡単だからと。で簡単でかつ役に立つと。つまり人間のそのままね、逆らわずに言うことを聞くと。意識があるとですね、意図を持つと逆らいますよね。でだから意識は持たない方がいいと。で人工知能脅威論をなだめ、大体ね、大体人工知能が意識を持って人間を滅ぼすなんて思う、まあこれハリウッド映画ですが、それは意識を持つからだと、持たなきゃなんだかと思わないんじゃないかと。でかつ感情を持たないと、最初はね。で感情っていうのは怒らない、怖がらないと、ね、感情の一番基本はね、実はこれなんですよ、恐怖と怒りなんですよ。でこれをね、持たせた方がいいなんてことは僕はないと思う。例えばペッパー君に怒りを持たせますよね。でペッパー君の感情が10倍になってしまうんで、怒りが10倍、一発殴ると10発殴り返されるんですよ。ですからペッパー君はですね、あんまり感情は持たない。でもね、感情を持ったごとく振る舞ってるわけね。で意識感情は人間が担うと。だから人間を作るのではなくて機械を作るんだというような知能機械だから、大脳進出と視床と海馬ぐらいでよろしいと。で超知能へのロードマップとしては、ハードは斉藤マシンで、まあこれはもう彼におんぶに抱っこ、20年から25年あと5年から10年作っちゃうって言ってはんねんから、まあそうお願いしますと。でマスターアルゴリズム、これは考えないといかんと。でできたらこの2つを合わせると、できたものを人工大脳室と呼ぶんですが、これはどっかクラウド上に置いとくと、まあどっか田舎に置いときゃいいんじゃないですかと。
で超知能というのは人間と人工大の質を合わせたものだと。で人間とこいつはこのコンピューターですね、メガネとかコンタクトレンズとかイヤホンとかでコンタクト、まあシリとかサマンサのイメージですね。シリがとかサマンサって声だけでしょ。あいつが強烈に賢くなったと。でですね、こいつにね AI ドリブンサイエンスというんですが、人工知能駆動科学、人間とこいつが一体となってですね科学研究を進めると。ちなみに超知能のイメージ、私の超知能のイメージはこういうイメージなんですが、これは我々の、シンギュラリティサロンの、共同主催者であるとこの塚本雅彦神戸大学教授ですね。で彼はこれね、ちなみにこれヘッドマウントディスプレイって言うんだけどね、大阪でこれはめてね街を歩いてる人が3人いるらしいね。というのはフェイスブックで3人目を見かけたって大騒ぎしてたからね。で現在の日本は幕末期に似てると、太平の眠りに浸っとると。これね2週間前に講演した時にね、こう見たらね寝てる人がおったわけよ。お太平の眠りに浸ってますねって言ったんだけど、今残念ながらいませんね。でこのままでは20世紀の発展途上国に転来すると。で必要なのは現代の志士であると。これ総合屈起と言うんですが、吉田松陰の言葉です。吉田松陰は松下村塾で維新の志士を育てたと。総合っていうのは草です。屈起というのは立ち上がるということですね。実は斉藤さんがこれ言ってるのは総合屈起だと。自分は一系の総合、一系って一屈起のね総合だって主張してるわけよ。ですからですね、この総合屈起が必要であると。で私はこれちゃぶ台返しと言ってるんですが、要するに日本がなんと救われる道は生産性を抜本的に上げることであると。つまり肉体労働のロボット化、知的労働の人工知能化で超知能を実現して科学技術革命を起こすと。で日本からシンギュラリティを起こそう。でシンギュラリティを起こす現在の趣旨を、現代の趣旨を求めている。でこの日本から起こすというのはこれ斉藤さんと一致してるんですよ。なぜかというとね、日本はね幸か不幸かね平和国家なのよ。で一番起こしそうなのがアメリカですね。それから狙っているのが中国ですね。でまずねこの2つは軍事国家ですね。で超知能ができたらまず軍事目的に使いますね。で日本はね作ってもねまず軍事目的ということはね言えないのよね。密かにそれは防衛省がやったりしませんよ。だけど作ったらですね平和目的に使わんといかんのですよ。というわけで一旦超知能ができたらですね、これは世界の他の超知能を潰すんですね。潰せるわけですから、日本が作ってですねアメリカの超知能を潰すと、中国の超知能を潰すという、その大ハッカー戦争にですね超知能に参画してもらうというのが私の夢で。でシンギュラリティサロンというのを、やっておってですね、で東京でも月一遍やっております。でこの前は高橋さんで、高橋さんはここで話されたんですね。で次回8月はですね井上さんです。で先ほどからお話しているところの駒澤大学の、だ井上さんの話はね絶対聞く価値があるのよ。で彼は経済学者で、この AI の、及ぼす、その経済的インパクトで、彼の主張、まあ僕は言うてもしょうがないけど、未来はみんな働かなくて済むと。その代わりで給料どうするんだって、まあ、ベーシックインカムでみんな金配るということをおっしゃってるんで、まあ夢のような世界が訪れるであろうというわけです。はい、ありがとうございます。後半部分ございますけども、前半部分ここで締めくくらせていただきます。 AI 開発競争の現状と日本の窮地で、 AI による維新の実現の方策についてお話しいただけたかと思っております。会場の皆様にこれから質疑応答の時間を設けたいと思っております。10分ほどでございます。いかがでしょうか。差し支えなければお手を挙げてください。すごい興味深いお話ありがとうございます。ごめんなさい、先ほどなんかそのアメリカとかその中国の超知能を潰すみたいなことを言われてたんですけど、それはどういうことなのかなとか、ちょっと普通に素朴な疑問で。はい、これアメリカ人の書いたエッセイを読んだんですが、でその人はね、ゾルタン・イスターバンとか言って、現在ね大統領選挙に立候補してる、トランスヒューマニスト党、超人間党というのを作って、いや彼が言ってるんですがね、
みんながね見ようとしていることがあると、それはねまずね一国が提灯をまず作ったとしたら世界覇権が握れるとね、世界覇権というのは軍事覇権とは限らないんですよ。覇権というのは3つの要素があってですね、文化的科学技術、それから経済から軍事ですよね。で提灯ができたらですね、この全てにおいて覇権が握れるわけよ。でその時にですね彼が言うには、それがどこで起こるかわからんがアメリカで起こってほしいと。で起きたらどうなるか、これ勝者総取りになる。つまり次に例えば中国がやろうとするでしょうってね、そしたらそれを潰すべきだというわけですよ。いやだから長州、まあそういうことですよ。んでいやこれはものすごい極端な権力主義あの話だけど、第二次大戦後アメリカが核、いや第二次大戦中核兵器作りましたよね。あの時にねソ連が作ってなかったですよね。でソ連と対戦するあの、まあ、コールドウォーになることを分かってたわけね。あの時にねあれほど早くソ連がね原爆作るとは思ってなかったの、アメリカね。思ってたら核攻撃してたと思いますよ。でそのことがあるから今度はアメリカが作ったらソ連じゃなくて次は中国だけど、核攻撃じゃなくて、まさか核攻撃するわけじゃなくて潰しに来るわけです。で今アメリカと中国ってすごいハッカー戦争してるじゃないですか。これの終局版だっていうわけです。あのちょっと今の話の続きになるかと思うんですけど、日本がじゃあ最初に開発した場合、その日本の技術がアメリカとか中国が要するに取りに来るというか奪いに来るってことは起きるんじゃないですかね。それこそハッカーみたいな。いやこっちは提灯のですから、そんな負けるわけないじゃないですか。あそのことです。いやだから、ね、危ないのはむしろそれより人間ですよね、弱いのは。だからねこれここだけの話でいつも言ってるけど、斉藤さんに、ね、ボディガードつけるべきだと思ってる。いやそうですね。だからそのスパイみたいなのが入ってきて、うん、内部の人がっていうようなことが起きうる。あるでしょう、うん。でもそれで例えばひとたびアメリカなり中国がその技術を手に入れてしまったら、今度はアメリカ中国は遠慮なしですよね。ですね、うん。いやで日本がね、いや僕これ極端な話で、日本がやった時に向こう潰すっていうんじゃなくてね、じゃなくて一旦やれば何が起こるかというと科学技術爆発が起きるんですよ。だからあのねいろんなものがほとんどタダで作れるのね。で例えばサンディープリンティングだとか、まあ、エネルギーだと、まあ、斉藤さんはね同じこと言うんだけど、例えば核融合が簡単にできると、まあ、それが本当に簡単かどうか分かりませんよ、ね、分かりませんが、あれ原発だっていいんですよ。で それがもっと安全なやつが、もっと小さなやつで作れるって。でエネルギーさえいくらでも手に入ればですね、食料だってものは作れるわけですよ。ですから現在のいろんなパラダイム、例えば大きな領地を占めておることが必要ってことがなくなってくるのね。ですからあらゆることがひっくり返ると思うわけですよ。まあ、だから逆に日本が最初に取ってしまえば、そのパラダイムシフトを起こせてしまう。そうでですね、これは僕の希望だけどね、食料を無限に作ってですね、うん、配ると、うん、からあるいはまあアフリカとか、まあ、どこでもいわゆる発展先進国じゃないところにそういういろんなものインフラを作ってですね、なんせ全部ほとんど、いやただというけど物はいるのね。だから僕は思うには物とエネルギーと情報っていうのが、これが三大要素なんですね。宇宙始まって以来こう物とエネルギーの時代だったんです。で生命ができて情報っていうのが重要になってきたわけで、これからはこの3つが必要なんだけど、この情報が極端に言えばタダで手に入ればですよ、ね、ならこいつがエネルギーをタダで手に入れるようにすると、物っていうのは例えば鉄と鉄鉱石とかセメントとか、これは買ってこんといかんだろうけど、そんなに高いもんじゃないと。ですからね、で石油を僕は極端に言えば作れると、ならエネルギーさえ支配してたらもう食料とか物とかで
いわゆる今までの戦争とかいうのはですね、欠乏が元で起こるわけですね。で、欠乏というものがなくなってしまって、もう物がありふれたらですよ、まあ、戦争する必要はなくなると。でそれをもうばらまきはいいんじゃ、ばらまき復讐をやればいいんじゃないかと思うんですけどね。なるほど。だから日本がその逆に最初にとってシングラリティを起こしてパラダイムシフトを起こせば、アメリカ中国がその攻めてくるというモチベーションがなくなってしまう。そもそもアメリカと中国に物ばら、うん、いやでもね、分かりません、そこ分からんんですよ。なぜかというとね、工業製品を全部作りますね、中国立つせがなくなりますね、うん、で肉作って食料品作るとアメリカも立つせなくなりますね。いや攻めてくるかもしれませんよ、うん、いや実はその辺のね話がね、私 あのアインシュタインのホームページに小説として載っててですね、これはね、森君とギリシャの神々による世界征服と超知能への道っていうね、そのだから今のねストーリーがねだーっとこう書いてあるんで、アメリカ攻めてくるんですよ。で、まあ、それを撃退するっていう話です、うん、それからイスラムも攻めてくるのよ。ちょっと読んでみます。ありがとうございます。あの差し支えなければ私司会でございますけれども、はい、よろしいでしょうか。はい、あ、申し訳ございません。 AI 美芸研 の、まあ、この間も司会を務めさせていただいている、茂坂明則と申します。大変興味深くお話をお伺いしております。でちょっとマイクを握らせていただきましたが、今のお話でございますと、まあ、人工知能の、科学爆発、技術爆発というのが、我が国に起きた場合、物など、配ればいいじゃないか、まあ、物資だとか、エネルギーの供給だとかをすればいいじゃないかというお話でございました。で私がちょっと疑問に思っておりますのは、例えば70年代から80年代、いっぱいぐらいまでの、アメリカの西海岸の哲学で、要は、高度とかソースとかというものがいいものができたらみんなに配って、でそれでもって技術革新をみんなにしてもらうという話が あったように思います。技術そのものが富の源泉になるわけでして、でしかもそれが先生がおっしゃるように全体にとても利益がもたらされるということであれば、その使い方も一層世界中にばらまいてしまえば、まあ、みんな平和になるのかなというふうにも思われますが、このあたりいかがでしょうか。現在人工知能の業界ではほとんどオープンソースですよね。で、いやほとんど、いや全部とは言いません。ですから、まあそうなっていくんじゃないんですか。わかりました。ありがとうございます。あ、失礼いたしました。他の方いかがでしょうか。あと一つくらい大丈夫かと。あ、申し訳ございません。ちょっと時間が迫ってしまっているということでございますので、ここで一旦打ち切らせていただきます。申し訳ございませんが、後ほど後半部門ございますので、今から10分の休憩とさせていただきたく思います。はい、では皆さんまた10分後にお戻りください。よろしくお願いいたします。先生ありがとうございました。